内村勘三です。で、内村勘三は上毛患者に心の灯台、内村勘三とあります。高崎藩の出身のクリスチャンで、一高の先生をしてましたが、教育直後に対して不敬な態度を取ったということでですね、学校を追われる結果になりましたが、田中正造とどういうつながりがあるかというと、今討論会がお話ししている田中正造の直訴事件で、この直訴事件は非常に時代の背景を踏まえて理解していただかなくてはなりません。で、田中正造が明治天皇に直訴したのは1901年で、これ日露戦争の直前です。日露戦争が1904年ですから、そういう凄まじいその時代背景がありました。それで何度かお話ししているように、足尾銅山の、生産している銅は戦争の必需品でありましたから、富国強兵、それから戦争を目前とした、戦争を目前に控えた政府とすれば、足尾銅山は絶対必要な存在ということで、当時今と全然時代も違いますから、住民がどんなに苦しもうが、やはり銅山を保護するという、そういう立場でありました。そういう中で田中正造は住民の立場に立って、完全として立ち向かったということであります。そしてその直訴事件で大変な、衝撃を社会に、与えました。特に、若者に与えたインパクトというのは想像を超えるものが あったわけであります。そして、前回はですね、田中正造の直訴事件に衝撃を受けた若者たちが立ち上がったわけであります。学生運動の、先端といいますか、早い時期の例になるわけですけれども、東京中の新聞が号外を出すほどの大騒ぎでありましたから、当然のことですけれども、天皇に明治天皇、絶対的な権力者である明治天皇に直訴したということが大きなインパクトを与えました。で、実際にその今までよく知らなかった皇族問題っていうのはどういうものかっていうことを見に行こうということになりまして、上野駅で特別列車を仕立てて、1000人を超える学生が、栃木に向かったという、そういうすごい状況でありました。それでその時の学生たち、東京大学、それから早稲田大学などを中心とした学生が、その列車の中で歌を歌いながら、歌を合わせて歌を歌いながら特別列車を仕立てて足尾へ向かった。古賀駅、ここでは古川っていう書いてある、古川ではなくて古賀駅なんだそうです。そこへ向かったという状況はですね、想像してみると全く当時の明治時代のやっぱり学生だっていうふうに私は思うんですけども、凄まじいわけですね。で、その歌の一節としてですね、テイト、東京のことですけども、テイトを入れて2時間を小江戸や古賀の汽車の旅、これ古賀じゃなくて古賀って読むんですけども、で始まり、足尾の山の独流の注ぐや長き年月を渡らせ
凄まじい状況であると思います。で、その先頭に立ったのが、この学生たちの先頭に立ったのが、内村鑑三でした。で、今、これは毎日新聞で、私が連載を始めた毎日新聞の、第3回目ですけれども、ここでは、荒畑寛村、それから高徳秋水が出てますけれども、荒畑寛村、高徳秋水は、高徳事件、田中正造の高徳事件に非常に関わっている人でありまして、毎日新聞の連載では、こういうことも踏まえて書いてあります。で、ここでも必要に応じて、取り上げるわけでありますけれども、この荒畑寛村、社会主義者でありますけれども、若干20歳の時にですね、谷中村滅亡史というのを書きました。これ谷中村っていうのは栃木のその鉱毒に侵されている中心の村でありますけれども、それがいかに滅ぼ政府国家権力によって、壊されていくかということを書いた本なんですけれども、若干20歳でそれを一気に書いてですね、そして本にすると同時に、発売禁止になりました。荒畑寛村で93歳ぐらいで亡くなったんですけれども、この人の初恋の人だった女性は高徳秋水と一緒にですね、大逆事件に連座して死刑になりました。で、この高徳秋水は田中正造に頼まれて直訴文を書いた人で、あります。で、こういう人たちが中心になって若き日の内村鑑三が先頭に立って栃木へ、始発に行きました。そしてその凄まじい鉱毒によって害された状況を見て言葉もなかったということが記されております。そして内村鑑三はもともと農学を勉強した経緯があって、自分が経験した土壌の学問が初めて役に立ったっていうようなことを語っておりますけれども、それはその毒に害された鉱毒によって害された土をですね、集めてこういう集めたのが毒塚っていうんですけど、毒の塚にこうなってるんですけれども、内村鑑三は自分の知識をもとにしてその毒をその土を調べてですね、これは大変だっていうことを考えるしるわけであります。それからこの事件にはこの毒の問題については古材博士東大の、農学部の教授をしていた古材博士が田中正造のこの
的な根拠がないんだっていうことで否定するわけですけれども、あの専門の学者の、東大の農学部でいた専門の学者が分析、きちんと分析、数値的に分析した、それを突きつけられて政府もですね、否定することができなくなりました。で、現代になってある人は、東大っていうのは大体官権、権力のサイドに立っているんだけれども、初めてこの古材博士は、その公害で被害者である住民の立場に立った学者であるということを言っているぐらいであります。そういうことで、田中省吾町の公害問題の原点である田中省吾の運動っていうのが大きく展開されています。それがこれからの、課題になりますので、注意をして。